皆さんこんにちは。韓国のトロットを世界に紹介しているリプン学と申します。今日は韓国のトロット歌手チョハンジョと彼の歌もしもを紹介しようと思います。歌手チョハンジョは1978年に1999年というグループサウンドのリードボーカルとして音楽活動を始めました。その後1997年男というわけでという曲が大人気となり広く名を知らせました。2005年に発表したこの曲はスローテンポのバラードとトロットが混ざったもので、発表と同時に多くの人たちから愛されました。そして2012年に発表された嘘という曲と共にカラオケで韓国人にたくさん歌われる曲の一つです。歌手チョハンジョは2013年、韓国の KBS 週末ドラマ王家の家族たちの主題歌愛を探して人生を探してを歌って、再び多くの人々から人気をもらいました。韓国人はこのドラマが平凡な人たちの物語であり家族愛を描いたのでこのドラマを好みました。それだけではなく KBS 毎日ドラマのオーストを歌って、これもまた大衆からたくさんの愛をもらいました。今日私が彼のたくさんのヒット曲の中でもしもを紹介しようとする理由は、この曲の歌詞の内容が興味深いからです。それではこの曲の歌詞の内容を探ってみましょう。第一小節にこのような内容があります。もしもあなたが誰かを愛してるとしたら、あなたはその人のために何ができますかと我らに問います。この内容を見れば何らかの出来事の後それについて語っていることがわかります。それから次の内容を見ればこの人は勇気のないように見えます。なぜならば私が何にもないところで生き残る理由をあなただとしたら、あなたはどう思いますか？一生のうちに一度だけ愛せるとしたら、それはあなたです。と歌いながら答えを求めます。こんな状況なら、あなたは私の愛を受け入れてくれますか？と聞いているからですが、こんな内容から彼がどれだけ勇気のないものかがわかります。愛する人を目の前にして、あのね、もしこんな状況だとしたら、君はどうする？と言ったり、こんな状況だったら、君はその愛を受けてくれると言っているのです。結果はどうでしょうか？次に出ます。どれだけもっと辛い人生を送ったら君と付き合える。それで君を抱きしめた時、幸せの涙を流せるのか？もう辛くて君を思う心も持っていられないね。という内容が出ます。何のことかと思ってますか？一言で言えば振られたのです。拒否されたんです。なぜか、振られてないのであれば、歌詞の内容は次のように変わっていったでしょう。もうこれ以上辛い思いしなくてもいい。君を抱いて幸せの涙を流すよ。このような歌詞になってるでしょう。歌詞の内容だけを見ると、振られたのが女なのか男なのかはわかりかねます。私は女の方だと思います。なぜならば、女性の方は男から回した言い方で告白されるのを好まないからです。だから一言で振ったように見られます。しかし、続く内容を見ると、また違う理由で君を見ることも会うこともできないなら、生きがいがないと言います。また違う理由とは何でしょうか？この人が勇気のない告白をした理由の外に、別の理由があるということでしょう。考えてみれば、彼は彼女の好みではなかったり、もうすでに結婚を約束した相手がいたようです。だから、私が君のために死ぬこともできるとしたら、私の愛を受け入れるという内容が出てきたのです。私はこの言葉が決定的なミスだったと思います。皆様、誰かからあなたのためなら死ぬことさえもできると言われたとしたら、どんな気分になりますか？大和の人は私のためなら死ねる人なんだと感心しながら、それを信じるべきでしょうか？誰もがわかっている嘘でしょう。この世の中の誰も私の代わりに死ぬ人はいません。このような人と結婚して一緒に暮らしてみてください。お家が火事になったら自分が先に救出されようと真っ先に飛び出すでしょう。もちろん彼女も彼の言葉を信用してなかったでしょう。歌詞内容の終わりの部分に次のような内容が出ます。わかりやすくするためにちょっとした設定をしてみます。例えば女性から振られた男が居酒屋で他の客たちに嘆き話をしながら飲んでいるとします。この男は話し相手の人に聞きます。あなたは愛してる人のために何でもできますか？と。それから私は何でもできます。と言います。さて、本当でしょうか？
経済的能力がどれだけのものか分かりませんが、もし彼女が高級な車、素晴らしい家、または高いダイヤモンド、そしてそれよりもっとすごいことを要求してきても聞いてあげられますか？私が思うにはまだまだ考えが甘いです。面白くありませんか？愛は勇気のある者たちへの神からの贈り物だと言います。もし皆様も愛する人がいるなら、勇気を持って行動してください。見上げた地に雲は更にパチンよ腐らぬ見えそう無らずいな텅빈세상살아가는이유가만약에너라면어떡하겠니사는동안나를보내사랑이만약에너라면허락하겠니얼마나더많이외로워해야널끌어안고서울어볼까이제는더이상지칠몸조차비워둘마음조차없는데또다른이유로널못본다며나살아가는의미도없지만약에널위해나죽을수있다면날받아주겠니빈세상살아가는이유가만약에너라면어떡하겠니사는동안다른몸의사랑이만약에너라면허락하겠니얼마나더많이외로워해야널끌어안고서울어볼까이제는더이상지칠몸조차비워둘마음조차없는데또다른이유로널못본다며나살아가는의미도없지만약에널위해나죽을수있다면날받아주겠니만약에널위해나죽을수있다면날받아주겠니만약에당신이그누구와사랑에빠지면그사람을위해서다해줄수있나では歌を聴いて話を続きます。よく聴いてみました。多くの韓国人が歌手ジョハンジョのことを好きになるにはいろんな理由があります。その理由の一つはまっすぐな額、濃い眉、鋭い鼻の線。彼のハンサムな外見です。それに腹の底から吐き出される声も一役買います。長かった売れない時期に人生の酸いも甘いも経験したからだとたくさんのマスコミから書かれるように彼の歌は大勢の人々に響きを与えます。彼が歌った愛を探して人生を探してという曲は実際に彼の人生と似てます。彼は2013年このドラマのオースト制作チームから依頼を受けてまず台本を読んだと言います。台本を読んでからこの曲は自分が一番ちゃんと歌えるという確信を持って自分の人生を重ねて歌いました。その結果はすごく良かったです。ドラマの視聴率も良かったけど、彼の歌が悲しんでるたくさんの人たちを慰めてくれたからです。その後彼が歌うすべての曲が有名になりました。彼も有名になりました。
それで彼が歌う舞台ごとに彼のファンで溢れます。彼はそんなファンの方たちに感謝の気持ちでいちいち握手をします。ある日握手の際に舞台から落ちたこともありました。でも彼はバッと立ち上がって残りのファンに握手を続きました。こんな出来事が熱情的な彼の人柄を見せてくれます。彼はトロット曲は聴く人の感性を高めると言います。だからトロットを歌っていると言います。視聴者の皆様、トロットは人の心を抱いてくれる力があります。今日私が紹介した歌手ジョハンジョのことよろしくお願いします。私は次回にまた違う歌手と歌を持って皆様に会うことを約束しながら挨拶をします。ご覧になってくださってありがとうございます。この動画が気に入りましたら評価のグッドとチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。